いつもお世話になってます、立花です。今回は休日のナイトルーティーンをご紹介します。休日平日関係なくコロちゃんの散歩から帰ってきたら雨戸閉めからスタートします。都会とかだと雨戸を閉めないお宅が多いみたいですね。そもそも雨戸がないお宅もあるみたいですね。我が家は毎日のように閉めてます。さあ、一番めんどくさい雨戸が閉め終わりました。ここで一旦コロちゃんと戯れていきます。気持ち切り替えていきましょう。家をぐるっと回っていきます。この雨戸は私の部屋ですね。ここを閉め終わったらぐるっと回って家の裏の雨戸も閉めていきます。そして洗面所前を走り抜けてリビングの雨戸も閉めます。久々に立花菜園の様子を見に来たんですけど、立派なナスがなってました。家に帰って手洗いうがいをしてからお風呂を沸かしていきます。お腹が空いたので福島県のくるみゆべしを食べます。さらに洗い物を片付けていきます。日曜日なのでちびまる子ちゃんを見てます。お風呂が沸きました。続いてサザエさんを見ていきます。それからお風呂に入っていきます。今日は怪盗キットからの挑戦状が届いてました。5種類のプレートから3種類が出てくるみたいです。狙いはコナンと灰原さんと新一ですね。おめえをやってるのは何事件なんだよ江戸川くん。あれれ、おかしいぞ。狙い通りでしたね。だろら、意外と威力強い。おめえは厄介な何事件なんだよ。それから髪の毛を洗っていきます。シャンプーとボディーソープはこれを使ってます。お風呂から出たらすぐに保湿をして髪の毛を乾かしていきます。ワセリンを塗ってリップケアをします。週に一度はパックをするようにしてます。今日はミキャンフェイスマスク。みきゃんちゃん知ってるよーって人いますか？それから晩ご飯ですね。今日お刺身、鶏の天ぷら、笹かま、餃子にご飯とお酒です。ケピキキの木、はいはいはい。休日はライブ配信をお休みして家族とご飯を食べてます。休日は特に家族との時間を大切にしてますね。ここで父花さんお風呂上がりです。ケピマグロのたたきでご飯をかき込むの最高ですね。皆さんの昨日の晩ご飯は何でしたか？じゃあ皆さんにいい差し入れがありますんで、一人一つどうぞ。はい、お父さんもどうぞ。いただきます。デザートは青森メーカーのイカスミカスターを食べました。とっても美味しかったです。負けられないですね。その後家族でババ抜きをしました。負けた人肩たたきにするじゃん。30年ぶりぐらい。30年はね10年とかじゃないの？最初はグー、じゃんけんポン、あいこうでしょ、あいこうでしょ。母花さんと父花さんが無言でじゃんけんしてて笑っちゃいました。引き方上がり千花さんが一番に上がりました。ここで私がジョーカーを引いてしまいました。はい。立花さんの負けです。上手ですよ。その後ソファーでくつろいでたら父親が上に乗っかってきちゃって、ソファーの取り合いになってしまいました。父親は最近猫の動画にハマってるみたいです。その後足湯をしながら歯磨きをしていきます。ベッドに飛び込んでクーラーをつけます。それからマッサージ機と無印良品のアロマを使ってリラックスタイムです。それから眠気が来るまで YouTube などを見ます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は初めての休日のナイトルーティーンをご紹介したんですけども、いかがでしたでしょうか？好評でしたらまた休日のナイトルーティーンも撮ってみたいと思います。今度の休日の夜は何しますか、お父さん？お父さん、今度